6人の嘘つきな大学生を見てきました。ということで今日はこの話をしていこうと思います。大泉洋バーチャルシンガーソングライター、大泉洋奈々です。まあ例によってあの後でネタバレするんで、ネタバレ注意は後半戦ということでいこうと思います。これ小説原作みたいです。です。なので、まあ小説原作の実写映画は、まあ大体面白い。漫画原作は怪しいことが多いっていうのが私の映画理論なんですけど、この作品は、まあ、三つ星かな5段階で三つ星かなっていう感じですね。まあ、普通に面白かったかなっていう感じです。そうね。どんな話かっていうと、まあ、あの、トレーラーで言ってるようなことで言うと、まあ、6人の大学生がさ、なんだっけ、スピラリンクっていう会社があって、あのミクシーみたいなミクシーかな、サイバーエージェントかな、なんかそんなようなさ会社があって、まあそこに就活をするわけですよ。なんだけど、まあその最終面接で、あ、まあ、この6人がさ、最終面接に残って、グループディスカッションのが最終面接ですと。あの、来月やりますと。で、あの、実際の業務に関するようなことをもうやってもらうんで、あの、議論してもらうんで、で、まあ、その様子を見て、採用決めます、みたいなこと言われるんだけど、言われて、じゃあ、で、全員合格するかもしんないよっていう感じだったんだけど、で、この6人が集まってなんか、あの、仲良くなるんだけど、そうこうするうちに、そうこうするうちにはね、最終面接の直前になって、あの、一人だけ決めるんでって、なんか一人しか採用できなくなっちゃったんで、一人にしますみたいになって、で、その一人をみんなで6人で選んでくださいみたいな、こう、謎の面接になるんですよ。面接じゃないな。最終選考になるんですよ。なんだそれって。なんだそれってなるじゃないですか。で、まあなんか、いろいろごだごだするっていう。そういう映画ですね。はい、まあ面白そうかなと思って見てきました。まあなんか、ミステリーかな、ジャンルとしては。まあ、原作どうなのかちょっとわかんないんですけど、まあ原作小説らしい、らしい。あのエアプなんでわかんないですけど朝倉明成さんという方の原作小説らしいです。そうね、何話していこうかな、あのネタバレなしパート。あ、浜辺美波ちゃんがあの主役です。なので、まあなんか久しぶりの浜辺美波映画ですね。もうそろそろ大学生辛いんじゃないかっていう。そろそろ大学生辛い、就活生とはいえ、どうなんだっていう感じはしておりますけども。浜辺美波映画にね、こう、外れがないんじゃないかっていう話があるんですけど、なぜなら、
浜辺美波を見ることによってこう星2ぐらいが確定しているからっていう話もあるんですけど、まあそれはさておきですね。なんかさ、まあ就活だからっていうのもあるんだけどさ、演技がなんかみんな硬かったような気がする。まあ就活の演技としてやってるっていう、ことで言うと、まあ最初のまあなんかすごい台本読んでます感があるのよ。で、台本読んでますかあるしな、舞台っぽいんだよね。なんか、舞台のお芝居の、お芝居をそのまま映画にしてます、みたいな雰囲気のお芝居の感じってわかりますかね。あんな感じで、いわゆるハリウッド系の映画とかってさ、自然な演技じゃないですか。普通の、その人が、そのキャラクターがいたら、そうするだろうなっていう演技じゃないですか。でも舞台の演技だと、それだとさ、伝わんないから、ちょっとなんか、違うんだよね。違うんだよねって言って、まあ、そう、いろんな流派があるんですけど、それに関しては。まあまあ、そんな感じで、ちょっと硬いかなっていうのを感じましたね。私はね。で、プライベートでこの6人が仲良くなっていくっていう感じは、のシーンもある、シーンというか、まあパートというか、もあるんですけど、これもね、これもちょっとなんか硬いんですよね、芝居が。実際にこんな人はいないよねっていう芝居をする。し、まあ、最後の方のシーンとかは、こう、なんていうの、絵面も硬いというか、こう、自然とやってるはずなのに、まあ、自然なシーンなはずなのに、何この登場人物たちのポジションがこうカッチリしてるっていう、こう何ダンスのフォーメーションかよみたいな感じでカッチリしてるみたいな。まあただそういうのってさ、舞台だとよくあるのよ。それで、なんか、一人ずつ、こう、順番に喋ってくみたいな。たまにあるよね、舞台とかでね。あんな雰囲気もあったりして、なんか、すごいね、舞台っぽい、お芝居だなって思った。まあ、それがいいとか悪いとかっていう話ではないんだけど、まあ、なんか、そんな感じしたなっていう。ことですね。まあそんな感じだと思って、あ、見たらいいよっていう話です。あれだよね。まあ、こうミュージカル映画とかもさ、そうだけど、ミュージカル映画体制がある人とない人いるじゃないですか。そういう意味ではミュージカル映画に近い、この演出のプランがあるような気がする。で、これはあれだもんな。で、ちょっと今メモを見てるんですけど、メモをね、まとめないで話し始めちゃったんですよ、今日。すいませんね。エンディングの歌の話ってネタバレじゃないよね。緑黄色社会だっけ？ありますよね。バンド合ってる？の曲が、エンディング、エンディング？主題歌みたいな感じだ。バカの一つ覚えっていう曲なんですけど、こう今、公式サイト触ったら再生しちゃうわ。
なんですけど、これがさ、久しぶりに聞いたなって思う、ジャパニーズトラディショナルミックスですね。最近ジャパニーズトラディ、JTC っていう言葉があるじゃないですか。ジャパニーズトラディショナルカンパニーだと思うんだけど。日本の古き企業みたいな企業文化。何ですかね。年功序列とか。パワハラみたいなもの含まれるのかな。倫理を通さないと、もう、話が進まないみたいな、大変な、こう、システムとか、小回りが効かないシステムみたいな、そんなようなことを、こう、いろいろ合わせて、JTC と、まあ、大体批判的な文脈で使われるんですけど、あの曲の、まあ、この映画館でのかかり方だから、まあ、映画用のミックスというか、マスタリングの仕方が、まあ、必ずされてると思うんだけど、映画用にね、それがもう、かなりの JTM、ジャパニーズトラディショナルミキシングで、なかなかでしたね。原曲を私は自分の環境で聞いてないか分かんないんですけど、聞いたら多分さすがにね、現代では違うと思うんだけど、ジャパニーズトラディショナル JTM にはなってないと思うんですけど、まあ、JTM 特徴はドラムが小さい。ドラムが小さいですね。これが JTM の特徴なんで、こう気をつけてください。ボーカルがバカでかくてドラムが小さいっていうのが JTM ですね。だいぶ JTM でしたね。JTM で、しかもなんか丸さ進行で、テンポはさ、そこまで速くないと思うんだけど、1,2,3,4 だから、140ぐらいじゃないかな、違うかな。そんぐらいだと思うんだけど、まあ、なんかハイスピードカンガルー音の詰め込み方みたいな、まあ、なんか、ボカロ文脈みたいなさ、ボカロ文脈って言ってボカロを一括りにするな、みたいな感じで、ボカロ P のものともかね。怒るかもしれないのだが、いや、まあまあ、典型的なっていう意味、ティピカルなっていう、ボカロ曲といって、皆さんが思い浮かべるやつ、多くの人が思い浮かべる典型的なやつっていう意味ね。まあなんだ、黒人はリズム感がいいみたいな話と一緒よ。いや、リズム感の悪い黒人もいるんですけどっていう話ね。まあまあ、そんなことですね。ってなんだっけ。まあそういう。まあザボカロ曲的な雰囲気のアレンジで、ドラムが小さいっていう、まあ JTM だなっていう感じがね。まあ、すごいしましたっていう。ことですね。あと何ですかね。話してないやつ。まあそんなもんか。というわけで、話していこうかな。じゃあ、ネタバレしていこうかなって思いますね。ここからネタバレを、警戒してください。よろしくお願いします。はい、改めまして、おやすみです。バーチャルシンガーソングライターの本助さんです。今日は、6人の嘘つきな大学生を見てきたので、これからネタバレレビューをしていこうと思います。
ね、で、映画の構造なんですけど、3パートに分かれてるんですよ。まあ、先ほどちょっとだけお話しました面接編があるでしょ。最終面接があるでしょ。最終面接の前と後、プリークエルとプリークエルとシークエルがあるわけですよ。はい、三部構想になってると。で、プリークエルはこの6人がまあなんか友情を育んでいくお話があるのね。友情育んでいく話があって、面接ではなんか謎の封筒がさ置かれてて、それの中に封筒イン封筒でさ、封筒の大きな封筒の中にちっちゃな封筒がたくさんあって、それぞれの人たち宛てに封筒が入ってるんだけど、その封筒を開けると、まあ他の誰かの、まあ悪行と言っていいのかな、みたいなものの垂れ込み文章が書いてある。まあ、一人は、なんか、元野球部で、高校時代の野球部で、自分、その人がキャプテンになった時にいじめが発生して、なんか、部員が一人自殺してる、みたいな。こいつは人殺した、みたいな、やつとかね。そういうのが入ってるわけですよ。それで、まあなんか、ギスギスするっていう。ギスギスするっていう話なんですよね。で、これもう一幕劇でさ、一幕劇っていうのかな。舞台が、その面接会場から動かないわけ。他の場所にこう行かないわけですよ。それで、こう、その中で、その会議室の中で、こう、6人が話し合う様子が、をずっと描くっていうことで、非常にね、この題材、舞台向き。実は舞台向きですね。舞台、演劇の舞台の演劇だ、舞台演劇だとさ、そのシーン転換って結構めんどくさいんですよね。まあ、大道具とかまで動かすかどうかの話は難しいんだけど、こう見立てというものがこう舞台の世界にありますんで。まあ、今は会議室の見立てです。今はこの人の家の見立てです、みたいなさ。ことが舞台演技でできるので、まあ、シーンが変わりましたよ。暗転して、なんか変わりましたよ的な、こう、なんか、シグナルを役者が出せば、まあそうなるんですけど。まあでも、こう、一幕というか、一幕劇っていうのかな？なんていうのかな？そういう舞台が変わらない芝居っていうのは、まあ楽は楽だし、まあ逆に脚本家の技量が問われるようなところはあったりしますよね。まあそんなあれですけど。で、面接がありました。面接があって、で、まあ誰が犯人、その封筒は置いた人は、犯人はこいつだ、みたいな話になり、で、最終的に、なんか、どうなるんだっけ？最終的に、まあ、浜辺美波ちゃんが合格するっていう流れになるんですよ。で、その、8年後だっけ？ 8 は言い過ぎ？ 3 年後とかじゃないよね。まあ、何年か後。が、シークエルが。3パート目が始まって、浜辺美波ちゃんが、まあ、バリバリの、仕事をそのスピラリンク社でしてるわけですよ。スパ
ファイナルリンクだよね、これね、多分ね。なんかさ、スピラミラビリスってあったよね。なんだっけ。スピラミラビリス。脅威の螺旋。まあ、ちょっとなんだかわかんないわ。はあ、スピーラーミラピリス、脅威の螺旋。対数螺旋の自己相関に、簡単したヤコブ・ベルヌーイの言葉なんだってさ。まあいいや、そう。まあな、スピラーはスパイラルのスピラーで、スピラーですね、っていう話ですけど。で、スピラリンクに、こう、ハム・ミラティンちゃんがいて、なんか、後輩になんか、説教したりしてるわけ。それでさ、なんか、何になるんだっけな。それでまあ、なんだかんだって、実は真犯人違う人なんです、みたいな、こう、情報があるの。あ、で、そもそもさ、この悪事の封筒がこう6通あるんだけど、こう浜辺美波ちゃんのこの何悪事だけはこう暴かれない。まあ、悪事って言っても悪事ってほどじゃないものもいっぱいあるんだよね。この、まあ、一人はキャバクラ嬢だとかさあるわけですよ。キャバクラ嬢なんか全然全然別に悪事でも何でもないんじゃないですか。まあそんな話ですよね。で、なんだっけ。なんだっけな。そんな感じなんですけど。で、まあ8年後、8年だったか忘れたけど、後に、こう、言ってみると、その犯人だと、まあ、面接の時に犯人だとされた人は、死んでいて、で、まあなんか、こう、ダイイングメッセージじゃないけど、遺言みたいなのを残してて、まあ妹がそのメッセージをこの浜辺美波ちゃんに渡してですね、浜辺美波ちゃんはなんかそれを元に謎を解いていき、まあ真の犯人に到達する。みたいな。そして、この、実はなんかここにこう書いてあった人たちはなんかみんな悪事みたいなことが書いてあるんだけど、まあ実はそんな悪いやつではなくむしろいいやつだったりするみたいな話だよね。でさ、まあなんか、不自然なのがさ、こう、なんか、みんなこう疑われてる人の話もうちょっと聞きなよっていう。もうちょっと聞きなよっていうのもあるし、疑われてる人も、まあ、普通に弁解しようと思えばできるからね。なぜ弁明しないのかっていう話ですよ。そこはね、なんか気になる。その辺はちょっとノイズ感はあったかな。こう、まあストーリーを進めるためにも仕方なくはわざとディスインナにディスコミュニケーションがさ、を起こしてる脚本ですみたいな感じでさ、これやっぱそこも含めてこうなんかあんま人間っぽくないんだよね。んな感じ。あと会議室にカメラがね4台あって、その何面接官そのカメラをこの4台のカメラで見ていますみたいなことを言っているんですよね。ま、なんだけど、で、私それなんかライブ中継されているのかなって思ったんだけど、あ、なんかどうも、
録画されてるのかな、録画されてるみたいな感じでさ。それで、そう、録画されてるみたいな感じで、で、まあなんか、そう、後でさ、巻き戻して、この6人の、まあ、封筒が置いてあったわけで、封筒がひょっとしたら、こう、このスピラインクが置いたものじゃなくて、この6人のうちの誰かが、人を、この6人を、他のメンバーを、こう、蹴落とすために、こうやったのではないか、みたいな話があったりしてさ。そうそう。みたいなことがあって、じゃあカメラがあるから確認しようって言って、そう、カメラをさ、会社の面接先の会社のカメラをさ、勝手にいじって、まあ、要は録画停止してるってことだよね。いいのかなって感じなんですけど、まあ、勝手に見てるみたいなシーンとかって、なんかそれまではさ、なんか、まあ、その会社の言うことをこう聞きますみたいなのがさ、まあ、面接、すごい行きたい企業の面接だからっていうことで、なんかわかるんですけど、わかるっていうか、まあその、会社の命令で、こうあんまり自由に動けませんみたいな状態ってのはわかるんだけど、そこはそんな自由なんだみたいな。そこなんかね、バランスの崩れを私は感じたんだよね。まあなんか、いろいろ、こう、バランスの乱れを感じる、とこがあったよね。まあ、ストーリーをこう、そう進めていかないといけないみたいなのがあるからね。まあ、あと、あれか、その、面接中にさ、どうやって、お一人を選びましょうみたいなことに関して、まあ一人が、なんか15分ごとに投票しようみたいなことを言い出して、まあ、じゃあみんながそれでいいや、みたいな感じになるっていうシーンがあるんですけど、そんな、なんか、つるっと決まるんだみたいな。そこはなんかね、不思議な感じしましたね。まあ決まるかもしんないけど。まあ、そんな感じかな。あとね、プリーの部分かな。これ毎週会うんだよね。毎週。そう、最終面接までの間に、毎週会おうみたいな感じで。どこ使ってるのかわかんないんだけど、まあ、なんか、所属してる大学の、教室を借りてるのか何なのか分かんないんですけど、毎週会うんですよ。毎週会ってなんか、その、面接対策をね、みんなでやって、最後飲み会をやって、わーいってなるんですけど。なんかね、まあ、そこはさ、まあ、いいんですよ。映画の出来っていう話ではなくて、学生って暇だなって思った。学生って暇だねって思いましたね。ああ、やっぱりね、暇な時代っていうのがさ、大事だなっていう感じがしましたね。あとそう、この封筒の開け方もさ、こう、その15分に1通ずつぐらいのペースで開けていくのよ。ゆっくりしすぎじゃないっていう。実際だったらさ、まあ一人が最初に開けちゃったわけ。まあそれはわかるわ。それはわかるけど、そうさ、まあ他の人もさ、なんか、じゃあ俺も、みたいな感じで開けたりするんじゃないかな。しないのかな。どうだろうな。結局まあさ、最初に開けたやつが一番大きな話だったよね。うん。
で、あと浜辺美波ちゃんの悪事が何だったのかに関しては、こう、まあ、何を告発されていたのかに関しては、まあ、闇の中みたいな感じになってるんですけど、まあ、ちょっと気になるよね。まあ、ずっとさ、映画の中でずっと引っ張ってきて、まあ、だ、シークエルに入ってさ、ずっとずっと引っ張ってるわけよ。引っ張ってて。で、まあ何、話のこのプリークエルのさ、あの前半戦第1パートね、1幕目で、面接前編でさ、その、一人の男の子に対して、あの、お願いがあるんだ、みたいなことを、こう言うんだよね。浜辺美波ちゃんがね。で、まあ言うの。で、何のお願いかみたいなことはカットされてて、もうひょっとして浜辺美波ちゃんがこう犯人なのかみたいなミスリードもちょっと入ってるみたいな。まあそんなわけで、まあミステリーっちゃミステリーなのか。スペイン語みたいにしとこう。ミステリーっちゃミステリーなんですけど、まあそんなような話で、まあまあ普通に面白かったかな。まあただなんかまあ誰も悪くないし多分悪くないっていうのが変かな。まあちょっと悪いやつがいるんだけど、まあ本当に憎める人間がいるってわけでもないような構造になってて、なるほどねっていうそのあたりはまあなんというかこう、まあそうだよね、優しい世界の話でしたよねこう結構なこうデスゲーム的な、構造としてはさ、デスゲーム的な構造じゃないですか。デスゲーム構図をしてて、こう密室に人が閉じ込められて、あの誰かが脱落して、あの一人ずつ脱落していくみたいなさ、デスゲーム構図をしてるんだけど、まあなんか優しい話に なっちゃってるっていうのが、まあなんか最終的なとこだったよね。まあそんな感じっていうことで、いや、あの僕の嘘つきな大学生の感想はこんなもんとしておこうかなと思います。あとなんかあるかな、話すこと。あとなんかじゃないや、来週何見ようかな。今月の末上映でしょ。ジャワーン正体、雨の中の浴場ぐらい。まあ、あと私の近所の劇場ではなんか再放送系がちょいちょいあるんですけど、まあ新作はこの辺ですね。まあジャワーンかな、さすがに違うかな。インド系の映画だよね。インド映画面白いかな。エンタメ振り切り系、振り切り感もね、いいですよね。正体は何の話だっけ？殺人犯が逃亡して、うんぬんかんぬんみたいな話。なんか重そう。重そうな話、重いからな。雨の中の浴場は、なんだろう、漫画家の話みたいな。これもなんか重そう。なんか精神状態したよね。重そうな作品はさ、やっぱ、精神状態が、こう、良くないと、見にくいよね。
茶碗はね、多分こう普通に見れると思う。精神状態よらずに見える気がするな。そんなわけで、多分茶碗、そうじゃなければなんか、そりゃそうだを見ていこうと思います。よろしくお願いします。まあなんか気になる方はチャンネル登録などしておいていただけるといいかなと思います。このチャンネルは、このチャンネルはなんか雑多なチャンネルですんで、毎週のように映画の感想を話してるんですが、作曲実況をしたり最近は将棋を指したり、あと無駄話のラジオ番組が、動画が毎週上がります。よかったら聞いてください。じゃあ、チャンネル登録高評価などよろしくお願いします。いやー、映画って本当にいいものですね。それではさよなら、さよなら、さよなら。